年を重ねた分だけ上手に人を愛せなくちゃ、そんな風に思ってるけど、不器用なままの一途はいい、互いにすべて打ち明け、理解できることできないこと、心に奇跡起こるのを待って、急いではいけない、この愛だけはきっとこれが最後、恋だと思う人生最後の夕日が窓に差し込むように、ゆっくりとゆっくりとゆっくりと結ばれたい。You